柏レイソルは日本の千葉県柏市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。1940年に創部された日立製作所本社サッカー部が前身となり、1995年に J リーグへ加盟した。運営会社は株式会社日立柏レイソルである。ホームタウン登録は千葉県柏市のみであるが、それに加えてアビコシ。 鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市、印西市、白石を活動エリアとし、サッカースクールやホームゲームでのホームタウンデーなどを行っている。チーム名はスペイン語のレイとソルを合わせた造語で太陽王を意味する。ホームスタジアムは三峡フロンテア、柏スタジアムである。マスコットは太陽の王子をイメージしたレイ君である。 前身の日立製作所サッカー部は、日本サッカーリーグが創設された1965年から、参加した8チームのうちの一つ。JSL リーグ戦で1回、JSL カップで1回、天皇杯で2度、それぞれ優勝した。1990年にプロリーグ参加を表明。1992年4月、運営会社となる、株式会社日立スポーツを設立。 1993年、日立 FC 柏レイソルとクラブ名称を変更し、藤田、ヤマハと共に J リーグ巡回員に承認された。1993年、JFL において2位以内の成績で、J リーグ加盟が認められることになっていたが、最終順位は5位。秋に当時ブラジル代表のカレッカを獲得。山口義忠だが初代監督として指揮を取った。 JFL の成績では J リーグ昇格はならなかったが、それでも J リーグカップにおいてベスト4入りすれば J リーグへの加盟が承認される条件の中、枯れっかを加えリーグカップに挑んだが、チームは得失点差で決勝トーナメント進出を逃したことで J リーグへの加盟は認められなかった。1994年、戸塚哲也、柱谷光一を獲得。 10月23日、JFL 最終節、NTT 関東サッカー部戦にカレッカのゴールで、1から0と勝利したことで2位が確定し、J リーグ昇格を決めた。カレッカはこの年、チーム最多の19得点を挙げた。1995年、ファーストステージは、最終戦で、それまで10連敗していたホームで勝利を挙げたが再開。 ファーストステージ終了後のゼ・セルジオ監督から解任し、7月のセカンドステージからはアントニーニョンが監督に就任。ファーストステージ優勝の横浜 M に2戦2勝するなど、セカンドステージは5位。1996年、柏レイソルへ、クラブ名称を変更。また、ニカノール・デ・カルバーリョが監督に就任。エジウソンや、リョーサイドバックが激しく動く。 攻撃的なサッカーを展開12連勝を達成するなど年間5位の成績。1997年にカノール体制2年目。ファーストステージは優勝争いに加わり3位であったが、セカンドステージは10位に終わった。なお、エジューソンが W 杯出場を目指し、セカンドシーズン途中に退団。また、シーズン終了後にニカノールが金銭面をめぐって、 クラブと合意に至らず監督を退任。フリスト・ストイチコフ1998年、監督に西野明が就任。また、7月にブルガリア代表のフリスト・ストイチコフが加入した。1999年、西野大成2年目。横浜 F から札川両用、平塚から公明法を獲得した一方、セカンドステージ前にストイチコフが退団した。リーグ戦は、 年間3位の成績。また、ナビスコカップで優勝し、クラブ初タイトルを獲得。2000年、2種の体制3年目。ファーストステージは4位。セカンドステージは終盤まで優勝を争い、最終節の勝った方が優勝という鹿島との直接対決でスコアレスドローとなり、優勝を逃す。年間では、最多の勝ち点を獲得したものの、ファースト。 セカンドステージ勝者が年間1位、2位となるため、総合3位でシーズンを終えた。年間勝ち点1位のチームがチャンピオンシップ出場を逃したのは、これが唯一のケースである。2001年、ファーストステージが6位、セカンドステージが7位。なお、7月に西野を解任し、スティーブ・ペリマンが公認の監督に就任した。2002年、 ファーストステージは7連敗を喫するなど14位。8月にペリマンを解任し、マルコ・アウレリオが監督に就任。セカンドステージは9位。2003年、ファーストステージが9位、セカンドステージが11位。シーズン終了後にマルコ・アウレリオが退任した。2004年、日立製作所サッカー部 OB の池谷智義がコーチから監督に昇格したが、 ファーストステージは15位の成績。ファーストステージ終了後に池谷が退任し、早野博士が公認監督に就任したが、セカンドステージも15位。J1 年関西会に終わったが、J1、J2 入れ替え戦で福岡に勝利し、J1 に残留した。2005年、韓国代表の FW 再生国やクレーベルラを獲得。低ー打派のため、 元ブラジル代表 FW フランサを獲得し、元東京 V のラモスルイをコーチに起用した。10月15日、アウェーの浦和戦で、二人の退場者を出すなどし、0から7で大敗。11月26日、ホームの東京 V 戦に5から1と対象したが、年間16位の成績。j 1 j に入れ替え戦は、甲府に、第1戦はアウェーで1から2、第2戦はホームで、 バレーにダブルハットトリックを決められ2から6と連敗し、J リーグディビジョンに降格が決まった。早野は天皇杯を前に監督を辞任し、山形や川崎の元監督の石崎信弘が監督に就任。明神智和が、神大阪、鳩安弘、土屋育夫が、大宮、玉田啓二が、名古屋、大野敏隆が、東京 V。 矢野孝明、長田光鶴が新潟へ完全移籍したが、4年ぶりの復帰となった北島秀夫清水から完全移籍で SE、パルメーラスから前年神戸でプレイしていたディエゴを期限付き移籍で獲得した。J2 リーグ戦は横浜 FC、神戸と自動小格枠を争い、2位神戸と勝ち点差1の3位で迎えた最終節湘南戦に勝利し、 神戸が仙台に敗れたため、2位での自動昇格を決め、1年での J リーグリビジョン1復帰を果たした。なお、84得点は2006年シーズン J に最多得点であった。合言葉として、一心同体が使用されたシーズンであった。2007年、石崎大成2年目。リカルジーニョ、ディエゴが対談した一方、GK 水谷祐一、MF アルセウ。 マルシオ・アラウジョ、FW ・アベ・ヨシロ DF ・コガ・マサヒロなどが加入。J1 復帰1年目の目標を、勝ち点45を取ると設定した。また、3月末に運営会社の社長が、小野寺・重幸から河西慎次郎に交代した。リーグ戦は開幕戦で、岩谷勝利。その後も苦手にしていたアウェーでも、勝ち点を得るようになり、前半戦の台風の目となる。 また、中盤戦は、2年前は大敗したアウェイの浦和戦を1、1の1で乗り切ると、苦戦が予想された8月を3勝2分と無敗で過ごす。特に、浦和、横浜 FM らと J1 最小失点の座を争い、8月までの23試合中12試合が、無失点であった。9月23日の川崎戦で、当初の目標の勝ち点45を残り8試合を、 残して達成したがその後は故障者が相次いだこともあり、4連敗を含む1勝1分6敗であった。2008年、石崎大成3年目、GK 水谷雄一、MF、谷沢達也が移籍したものの、GK 菅野隆則、MF、アレックス、FW ポポなどを獲得。DF の補強は、鎌田二郎のみと攻撃陣の補強が目立った。リーグ戦は、 第15節時点で3位につけたが、中盤以降は低迷して、最終成績は11位。天皇杯は、前身の日立製作所時代以来、33年ぶりに、決勝へ進出。決勝は、g 大阪に敗れたが、準優勝の成績を収めた。シーズン終了後に、石崎監督を解任。2009年監督に、高橋真一郎が、 コーチに、元日本代表 DF の井原雅美、元清水の指示マール、アントニオ・マルチンスが就任。アレックスが千葉へ移籍した一方、2007年に在籍していたアルセウ、ナイジェリア一部からアデバヨを獲得。また、カシュアレイソルユースから、史上最多の5人の選手が入団した。シーズン開幕後、アルセウが怪我のため登録抹消。フランリタダ・キラなどが、 相次いで、不傷離脱。大宮から小林慶一、ブラジル一部クルゼーロ EC からアンセウモハモン、G 大阪からパクドンヒョクを、レンタル遺跡で獲得したが、第17節終了時点で、リーグ最多失点の17位と低迷したため、7月15日をもって高橋を監督から解任。東京 V、名古屋元監督のネルシーニョが、公認監督に就任したが、 第33節の大宮戦に引き分けて2006年以来2度目の j に降格となった。なお、ナビスコ杯はグループリーグ敗退、天皇杯は3回戦で敗退した。ネルシーニョ体制2年目。ブラジル一部クルゼーロからレアンドロ・ドミンゲスを獲得した一方、杉山孝太が期限付き遺跡満了で清水へ復帰した。また、シーズン途中にフランサが退団。 菅沼実、小川正宏が、期限付きで、岩田に移籍した。J2 リーグ戦は、開幕から19試合無敗と年間敗戦数、2のリーグ敗戦数最小記録を樹立。第33節の岐阜戦で3位以内が確定。第36節の横浜 FC 戦に勝利して、J2 優勝も決めた。天皇杯は4回戦で敗退した。2011年、ネルシーに体制3年目。 右 SB e のレギュラーだった小林雄三が横浜 FM へ小賀菅沼が岩田へそれぞれ完全移籍した一方大宮から安永学京都から象島達也福岡から中島隆典、清水から兵頭昭弘、ブラジル一部サンパウロ FC からジョルジ・ワグネルを獲得シーズン6位以内を目標に掲げてシーズンに入ったまた 3月末に運営会社の社長が、笠西慎次郎から三太良直樹に交代した。リーグ戦は、U-22 日本代表の酒井博樹、沢正義、J ワグネルらの活躍もあり、首位戦線で健闘、名古屋、G 大阪と優勝を争い、第29節で首位に浮上。第34節で浦和を破り、J リーグ初となる。 J1 昇格1年目での J1 初優勝を飾った。また、J1、J2 の両ディビジョンで年間優勝のタイトルを受賞した初のチームとなった。ナビスコ杯は初戦敗退、天皇杯は4回戦で敗退した。また、FIFA クラブワールドカップ2011は、オークランドシティ FC モンテレーに勝利。3位決定戦で、アルサットに敗退したが4位の成績を残した。 2012年第92回天皇杯、全日本サッカー選手権大会決勝戦、ネルシーニョ体制4年目。倉川陽平が熊本に、パクドンヒョクが、大連十徳属級クラブに、戦国連、池本祐希がそれぞれレンタル移籍していたに、チームに完全移籍、兵道秋広が千葉に、相馬大志が、JFLFC 琉球に、岡山に、レンタル移籍していた。 山崎雅人が FC 岐阜に JFL ブラウブリッツ秋田にレンタル移籍していた氷川敦平が山形に岐阜にレンタル移籍していたエフライン林太郎が秋田にレンタル移籍竹富康介の熊本への期限付き移籍期間も延長した補強は横浜 FM から昨シーズン横浜 FC に期限付き移籍していた藤田祐人栃木 SC からリカルドロボ 岩田から那須大秋、東京 V から昨シーズン北九州にレンタル移籍していた福井漁師を完全移籍で獲得、岐阜にレンタル移籍していた川波五郎、栃木 SC にレンタル移籍していた渡辺白文が復帰、ユースから山中良介が昇格した。また、リーグ戦の開幕後に三浦雄也が加入した。シーズン途中に北島秀夫が熊本、 リカルドロボが、千葉、林良平が、山形、中島隆典が、横浜 FC、三浦雄也が松本へ、レンタル移籍、酒井博樹が、ドイツ一部ハノーファー96へ完全移籍し、元千葉のネットバイアーノが加入した。富士ジロックススーパーカップは、FC 東京に勝利して初優勝。リーグ戦は6位の成績。AFC チャンピオンズリーグ2012はラウンド16。 ナビスコ杯はベスト4の成績。第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会は決勝戦で G 大阪を下し、日立製作所時代以来37年ぶり3度目の天皇杯優勝を果たした。これにより J リーグ7チーム目、オリジナル10以外のチームでは岩谷ついでにチーム目の国内3大タイトル獲得チームとなった。また、 二回戦は柏レイソル U-18 との兄弟対決となった。2013年、ネルシーニュ大制5年目。安江学、三浦雄也、F ラインリン太郎、ネットバイヤーの GK コーチのシジマールが対談。那須大明が、裏は、水野明樹が、甲府、福井良氏が、東京 V に、北島秀夫、氷川ア平、林良平、山崎正人、中島隆典。 京都秋弘がレンタル先に、それぞれ完全遺跡。ユースから昇格した中川博史とハン藩人、熊本にレンタル遺跡中だった竹富康介が湘南、川南五郎が徳島、JFLFC 琉球にレンタル遺跡中だった相馬大志が JFL 町田にそれぞれレンタル遺跡した。補強面ではアルビレックス新潟から鈴木大介。 横浜 FM から谷口博之と、加野健太、山形から、柏ユース出身の太田哲夫、韓国一部、富山アイパークから金賞衆を完全移籍、中国一部、甲州久し大足玉クラブからクレオを、期限付き移籍で、それぞれ獲得。ユースからは、秋の広史寿、木村広志、小林裕介、中村康介が加入し、 レンタル移籍した中川を含めて5人が昇格した。富士ジロックススーパーカップは広島に敗退した。8月31日、アウェーカ島戦終了後、ネルシーニョが G を表明するが、9月5日、感情的に熱くなって間違った態度を取ったと撤回。10月17日にはネルシーニョが2014年度も継続して指揮を取ることが発表された。 AFC チャンピオンズリーグ2013では J リーグ勢で唯一の決勝トーナメント進出を果たした。決勝ラウンドは準決勝で甲州久し大足玉クラブに2戦合計1から8で敗れた。リーグ戦は10位の成績。ナビスコカップは決勝で浦和を破り14年ぶり2回目の優勝を果たした。天皇杯は4回戦で大分に敗れ。 大会に連覇と2014年の ACL 出場はならなかった。2014年、ネルシーニュ体制6年目。前年に JFL、町田にレンタル移籍していた相馬大使が引退。ジョルジワグネル、沢間義が退団。クレオがレンタル移籍満了により退団。前年より湘南にレンタル移籍中だった竹富康介、中川博人との移籍期間を延長。 山中良介が、千葉、谷口博之がトスに、レンタル遺跡、前年より、レンタル遺跡中だった、クオン藩人ンン、川並五郎が、レンタル先に完全遺跡となった。補強面では、湘南から高山薫と、ハン・グギョン、水戸から柏レイソル U18 出身の和子、直樹カタール一部、アルサットから、元、G 大阪のレアンドロを完全遺跡で獲得。 U18 から中谷慎之助が加入した。シーズン開幕後、5月にチーム内に負傷者が相次いだこともあり、U-18 から中山優太、大島康樹、手塚康平、合図雄生山本健二の5名を2種登録。8月に、ブラジル一部フィゲーレンセー FC からドゥドゥ、栃木からエドゥアルドをそれぞれレンタル遺跡で獲得。6月に、 レアンドロ・ド・ミンギスが、名古屋、田中淳也が、ポルトガル一部スポルティング CP に、8月に、ハング・ニョンが、カタール一部カタール SC に、それぞれ完全一席した。天皇杯は、3回戦で、千葉との千葉ダービーで、PK 戦の末敗退。駿河銀行チャンピオンシップでは、CA、ラヌースに2から1で勝利し、4年連続となるタイトルを獲得した。 ナビスコカップは2002年以来となるグループリーグからの決勝トーナメント進出を果たした。準々決勝は当時6年間リーグ戦負けなしの横浜 FM に快勝したものの、準決勝は前年の準々決勝で破っていた広島に2戦合計3の2で敗れ、連覇の夢はついた。ネルシーニョが9月17日に今季限りでの退任を発表した。 J1 第28節の鹿島戦から第34節の新潟戦まで7連勝の4位でシーズンを終了した。J1 優勝の G 大阪が天皇杯も優勝したため繰り上げで AFC チャンピオンズリーグ2015の出場権を獲得した。2011シーズンから続いていた3大主要タイトルの連続優勝こそならなかったものの、ホームの日立が主話サッカー場では、 リーグ戦17試合中11勝5分1敗という好成績を残した。伊原正美、アレックス、ピメンテウラコーチ陣3人が契約満了により退任。2015年新監督にダイレクターだった吉田だるまが就任。また、布部、陽伊沙尾がヘッドコーチ、杉山光一がコーチ、松原直也がフィジカルコーチ、松本拓也が GK コーチ、 渡辺武志がダイレクターに就任した。同年から前、カテゴリー同じコンセプトで、ボールを保持するサッカーを目指す。橋本和が、浦和、高山薫が、湘南、谷口博之が、鳥栖、渡辺博文が仙台に完全に一席。木村博が、長崎、中村康介が福岡に、レンタルドゥずゥが、レンタル一席満了で対談した。 補強面では、オランダ2部 BBB、フェンドーから大津祐希を完全移籍、甲府からクリスティアーノを期限付き移籍で獲得。湘南に、レンタル移籍中だった、竹富康介、中川博史と、千葉に、レンタル移籍中だった、山中良介が復帰。明治大学から三浦達が新加入。U-18 から大島康樹、中山祐太が昇格した。シーズン開幕後、 U-18 から滝本春彦、熊川翔、浮田健貴の3名を2種登録。流通経済大学から湯沢正人を特別、強化選手に登録。6月に、大宮から今井智樹を完全遺跡で獲得。7月に、レアンドロが神戸に完全遺跡。7月に、ブラジル一部アトレチコパラナエンセから、エデルソンを完全遺跡で獲得。 AFC チャンピオンズリーグ2015では、プレイオフからのスタートだったが、チョンブリー FC を3から2で下して、予選を通過した。グループリーグでは、日本勢の中では、好調な滑り出しをして、第5節の全北現代モータース戦で勝利を収めて、決勝トーナメントに進出を果たした。しかし、リーグ戦、ファーストステージでは、初戦に前年まで監督だったネルシーニョが率いる。 神戸に勝利したものの、最終的にわずか4勝しか上げられず、最終順位は14位と低迷。セカンドステージでは、序盤巻き返しを見せ上位に食い込むものの、ACL 敗退後はわずか2勝。年間10位、セカンドステージ8位で、リーグ戦を終えた。AFC チャンピオンズリーグ決勝トーナメントでは1回戦で、スイバラサムスンブルーウィングスと対戦。ファーストレグは、 デアンドロの2得点を挙げる活躍などで3から2で勝利。セカンドレグは0から2と追い込まれていたが、小林雄介のプロ初得点で2戦合計4から4となったが、アウェーゴールの差で勝利した。準々決勝では、甲州久し代東田から足玉クラブと対戦。ファーストレグはホームの日立での戦いだったが3失点を許して敗戦。 セカンドレグでもクリスティアーノが得点して反撃を見せるが1から3で落とし2戦合計2から4で ACL の敗退が決まった。天皇杯では準決勝で浦和に0の1で敗戦決勝進出はならなかった。シーズン終了後吉田が監督を退任した。2016年新監督にミルトン・メンデスが就任。 工藤宗人が、アメリカ一部バンクーバーホワイトキャップスへ、金正主が、韓国一部、全北現代モータースへ、鈴木大輔が、スペイン二部ジムナスティックタラゴナへ、近藤直也が千葉へ、加野健太が川崎へ、菅野隆則が京都へ、三浦達が長野へ、藤田友人が都政遺跡。また、紀元月遺跡のクリスティアーノが甲府に復帰。長崎へレンタル中の木村博史は、 レンタル延長となった。補強面では、仙台から鎌田二郎、U-18 から手塚公平、流通経済大学から湯沢正人、甲府から伊藤ジュニア、第一部、チョンブリー FC から、ジュリアーノ・ミネーロ、ブラジル一部 AA ポンチプレッタからディエゴーリベーラを獲得し、福岡に期限付き遺跡をしていた中村康介が復帰した。また、 U-18 から安西海と滝本春彦が昇格。田中淳也が1年半ぶりにスポルティング CP から期限付き遺跡で復帰した。リーグ開幕後にはメンデスの構想外となっていたエドアルドの川崎へ期限付き遺跡。サンパウロ州選手権一部アソシアソンフェロビアリアジ、エスポルテスからパトリック、ブラジル一部クルゼーロー EC からドゥドゥを期限付き遺跡で獲得した。 キャプテンを8名に任命する、練習と試合での指示が異なるなどチームは混迷し、千葉金カップはジェフ千葉に0の3と乾杯、リーグ戦開幕後もに連敗を喫した。3月12日のリーグファーストステージ3節、岩田戦後にミルトン・メンデスは家族の健康上の理由で辞任を表明した。後任にはヘッドコーチの下平隆弘が監督に昇格した。 監督交代後は、アカデミー出身の中谷慎之介、中山優太、中村康介らを中心としたディフェンス陣が貢献し、リーグ対記録となる5試合連続完封勝利を記録した。ファーストステージは7位で終了。5月28日、1997年から2004年まで在籍していた矢部崎慎也が代表取締役を務めている。 ジールホールディングスとユニフォームスポンサー契約をした。これによりユニフォームの背中下部には、無償提供のセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと、ユニフォームスポンサーのジールホールディングスの2つのロゴが入ることになった。6月22日には、クリスティアーノが交付から完全遺跡で再加入をした。7月20日に、エデルソンが CR バスコダガマへ期限付き遺跡、8月5日には、 大島康樹が富山へ、育成型期限付き遺跡、9月15日には、ジュリアーノ・ミネイロが退団した。セカンドステージでは6説、14説に最高4位を、マークするも、終盤の失速が響き5位で終了。また、年間順位は8位で、リーグ戦を終えた。天皇杯は4回戦で、湘南に敗れた。2017年、下平大成2年目、山中良介が、 横浜 FM、マムタ妖精が、大宮、稲田康氏が、新潟、大田哲夫がトスへ完全移籍。象、島達也が、仙台、湯沢正人が、京都、秋野博史が湘南へ期限付き移籍。長崎へレンタル中の木村博史、川崎へレンタル中のエドアルドはそのまま完全移籍となった。ポルトガル一部スポルティング c p からレンタルしていた田中淳也は、 神戸へ完全移籍となった。補強面では U-18 から小賀太陽がトップチームに昇格。山口から小池竜太、デンマーク一部ブレンビーフからインスズ、栄、仙台からハモンロペスが完全移籍で加入、流通経済大学から橋口拓也が新加入した。また、富山へレンタルしていた大島康樹が復帰した。2月には中川はじめ、 猿田遥か己の2名が2種契約として登録された。千葉銀カップでは2から0で勝利した。リーグ開幕後には、ドイツ二部、VFB シュトゥットガルトから細貝萌えを獲得。また、U-18 から宮本旬秋らが2種契約として登録された。前半戦は、当初4から4から2の形ながら、サイドのクリスティアーノ、伊藤も攻撃参加する4トップを使用していたが、 4月8日の清水戦までで2勝4敗となり、プランの練り直しを余儀なくされた。4月16日の神戸戦から2トップに、クリスティアーの中川を置く前線のハードワーク型に変えると6月4日の浦和戦まで8連勝、6月25日の札幌戦まで10戦負けなしを記録。暫定主位に浮上したが、序盤の3連敗や上位陣への敗戦などが響き3位で折り返した。 ルバンカップはグループステージ敗退となるも初戦で活躍した手塚公平がリーグ戦でも主力としてプレーするなどの収穫を得た。夏の遺跡では韓国一部全北現代モータースからキム・ボギオンを獲得。今季絶望の重傷となったドゥドゥは登録抹消。今季リーグ出場ゼロの安西海斗は山形へ育成型期限付き遺跡となった。 後半戦は8月に、手塚が今季絶望の重傷を負い、セントラル MF は小林や金のローテーションとなった。また、アール・ロッペスが左 MF として定着するなど、先発の入れ替わりの多いシーズンとなった。結果で見ると、負けは少ないものの、終盤に守りきれない試合が多く勝ち点を取りこぼした。結果、33節の鹿島戦を、 ドローで終え3位 C 大阪と勝ち点4差となり、最終節を残し4位以下が確定となった。最終節は勝利し、最終順位を4位で終えた。天皇杯では準決勝まで進出。試合前に行われた、準決勝第1戦で、C 大阪が勝利し決勝に進出したため、柏が対横浜 FM 戦で勝てばその時点で最低でも、 AFC チャンピオンズリーグ2018、プレイオフ出場権確定となる状況で、11分に、R ・ロペスのゴールで先制するも、69分、伊藤翔のゴールで追いつかれ延長戦に突入、終了間際の118分に、ウーゴ・ビエーラに決勝点を決められ、準決勝敗退となったため、自力での ACL 出場権獲得はなくなり、c 大阪の天皇杯優勝による繰り上げでの、 ACL プレイオフ進出を待つこととなった。元日に行われた天皇杯決勝は、新大阪が制したため、繰り上げによる ACL プレイオフ出場権を手にした。2018年、下平大成3年目、和子直樹が福岡へ、大津裕樹が横浜 FM へ、竹富康介が浦和へ完全一席。橋口拓也が町田へ、小林祐介が湘南へ、 ディエゴオリベーラが FC 東京へ期限付き移籍。湘南にレンタル中の秋の広史樹。山形にレンタル中の安西海斗は、レンタル延長。京都にレンタル中の湯沢正人は、甲府に完全移籍。仙台にレンタル中のゾ島達也は、千葉にレンタルとなった。補強面では、新潟から小泉京と、山崎良平、ペリュー一部デポルティーボをムにしっぱる唐沢正義、大宮から、 江坂仁と、瀬川雄介、福岡から亀川カワ横浜 FM からボク・少子を完全遺跡で獲得した。1月24日、三峡フロンテアとのスタジアムネーミングライツ及び、ユニフォームスポンサー契約を締結した。AFC チャンピオンズリーグ2018では、プレイオフからのスタートだったが、ムアントニー・ユナイテッド FC を3から0で下して、本戦出場を果たした。 本戦では、初戦、過去6戦無敗だった全北現代に、ハモンドペス、エサカのゴールで一時は2の0とリードするも2から3で、逆転負け。続くホームの天津県、県足玉クラブ戦は1点リードで迎えた終盤に、アレシャンドレパトにゴールを奪われ1から1と、昨年からの課題だった終盤の失点癖が、ACL でも露呈してしまう。 連勝だけでなく大量得点も奪っておきたいすぐるし、体育会との2連戦はホームで1から0で勝利も、アウェイは、クリスティアーノ、伊藤、キム・ボギョンを、ベンチスタートで温存も、亀川の前半早々の退場により、ゲームプランの立て直しを余儀なくされ終了間際の、失点で0から1で敗北を喫した。守護神の中村を負傷で欠いたホーム前、北元大戦は0から2で敗北し、 チーム史上初めてグループステージ敗退となった。最終節の転身戦は控えメンバー主体で挑むも2から3で敗北。結果1勝1分に4敗、6得点10失点で大会を去った。リーグ前半戦は前半に先制し、後半終盤に失点するゲームを繰り返し、 5月12日の川崎戦ロスタイムに J1 初出場の鈴木優斗にヘディングシュートで逆転負けしたことにより下平は解任、後任はヘッドコーチの加藤望が昇格した。加藤大成初戦の名古屋戦は勝利を収めたものの守護神中村が脳震盪で負傷退場。ワールドカップのメンバー登録には間に合ったが、その中盤明けの FC 東京戦でも、 脳震盪で不勝利脱し、11月3日の川崎戦まで、後半戦の試合ほとんどを、第2次 k の霧畑に任せることとなった。夏の遺跡では、中谷新之助が名古屋に完全遺跡、インスズ栄が、韓国一部 FC ソウルに期限付き遺跡と、前半戦で先発でプレーした DF を放出。さらに、小型太陽が福岡に期限付き遺跡。 今井智もが松本に完全移籍とサイドバックの控え選手を放出。また、ハモン・ロペスが契約を解除され、古巣の仙台に戻った。補強面では、千葉の高木都市や、ブラジル一部フルメンセ FC から、カタール国籍を持つナタン・ヒベロ、中国一部、奇襲地上足玉クラブからサクキスペイン一部ジロー FC でプレーした、ケニア人 FW オルンガを獲得し、 9月には、スペイン2部ジムナスティックタラゴナを退団し、フリーとなっていた鈴木大輔が2015シーズンぶりの復帰を果たした。天皇杯では2回戦から出場し、ボンズ市原 FC に6-0で勝利。続く3回戦では、山形とクラブの歴史上未だに、勝利のない ND ソフトスタジアム山形で対戦。後半に先制を許し、 アディショナルタイムの PK でなんとか追いつくもさらに後半、AT に勝ち越しゴールを決められ3回戦敗退。苦手とするアウェー山形にまたも勝てなかった。ルバンカップでは ACL に出場したため、決勝トーナメントからの出場となった。初戦の交付戦は、アウェーの1ストレグ、ホームのセカンドレッグどもに引き分け、合計3から3のアウェーゴール差で準決勝に進出。 準決勝の湘南戦はホームで1の1、アウェーも1から1とドローとなり、延長戦でも1点ずつ入れ合い PK 戦に突入。結果 PK 戦を落とし敗退となった。加藤体制への移行後もチーム状況は改善せず、下平体制のリーグ14戦5勝2分7敗に、対して加藤体制ではリーグ18戦5勝1分12敗と悪化。また4連敗。 三連敗を喫するなど、サポーターからも、解任の声が高まっていった。第32節終了時点、勝ち点33、17位の状況で11月10日に、加藤を監督から解任し、後任に、高知県、アカデミーヘッドオブコーチの岩瀬健が監督に、就任した。岩瀬大成初戦の、第33節市大阪戦は、勝ち点37で並ぶ湘南、とす、 名古屋の結果によって、自動降格が決定する状況の中、3から0で4試合ぶりの勝利を収めるも、同節で湘南、鳥栖、名古屋が揃って勝利したためシーズン17位が、確定、2010年以来9シーズンぶりの J2、降格が決定した。今季初の連勝を狙った、最終節 G 大阪戦は4-2で勝利し、最終節にして、初の連勝となった。 最終成績は12勝3分19敗の勝ち点 39, 得失点差マイナス7の17位。2012年、J1 の G 大阪を超え、17位チームとしての過去、最高勝ち点、かつ、同年16位の神戸の勝ち点 39, 得失点差マイナス9を上回り、J2 自動広格チームの最高成績記録を更新した。攻撃面では、総得点こそで、 前年度に比べ2点減っただけにとどまったが、戦術の GK、中村の負傷による長期離脱や中谷の放出が致命傷となり、前年度はリーグ3位の33失点だった守備が崩壊、リーグワースト4位タイで前年より1.5倍強の54失点を喫した。また、今シーズンをもって栗沢良一が現役引退を表明した。新監督として、 ネルシーニョが2014年以来5年ぶりに就任。福岡監督を退任した伊原雅美がヘッドコーチに復帰、現役引退した栗沢はコーチに就任した。冬の遺跡では、細貝萌が、第一部ブリーラムユナイテッド FC へ、鈴木大介が浦和へ、亀川良氏が長崎へ、中山優太がオランダ一部 PEC、ズーレイ完全一席。 中川博人が湘南へ、キム・ボギョンが、韓国一部、ウルサン現代 FC へ、伊藤淳也が、ベルギー一部、KRC 変クへ期限付き移籍。ナタン・ヒベイロが、期限付き移籍期間満了、沢正義が、契約満了につき退団。山形に、育成型期限付き移籍していた、安西海斗が、ポルトガル SC ブラガに完全移籍。 千葉に期限付き移籍していた象、島達也が、レンタル延長。町田に期限付き移籍していた橋口拓也が、手芸バジャール宮崎に、FC ソウルに期限付き移籍していた、インスズ栄が、韓国一部、エバラ FC に期限付き移籍。FC 東京に期限付き移籍していたリエゴ・オリベーラと、湘南に期限付き移籍していた、秋野博史寺はそのまま完全移籍となった。また、 西登録の国母レオーブライアンが、ポルトガル一部 SL ベンフィカへ移籍した。獲得面では、湘南に期限付き移籍していた小林祐介、福岡に期限付き移籍していた小賀太陽が復帰。神戸から高橋春季、浦和から菊池大輔、長崎から田上大地、京都から染谷雄太、清水から村田和也、ブラジル一部、セアラー SC からヒシャルジソンを完全移籍で獲得。 2019年加入内定の上島匠が加入。ブラジル一部 CR、フラメンゴからガブリエル・サンタナを期限付き遺跡で獲得した。また、U-18 から杉井里、山田武志氏が昇格した。シーズン前半戦は開幕から4連勝を飾るも、すべて1点差というギリギリの試合となり、18節の福岡戦までで、 複数得点は3試合のみと得点力に課題が残る結果となった。しかし、フォーメーションを変えた19節の千葉ダービーを2-0で勝利するとアウェー山形に初勝利するとその後に連勝。10勝7分4敗の3位で前半を折り返した。ルバンカップでは初戦こそ勝利するも残り5試合勝ちなしの再開でグループステージ敗退となった。 天皇杯は2回戦から出場。初戦の岩手、グルージャ森岡に4-0で勝利。続く、突戦は、スコアレスで延長戦に入り、延長前半にフェルナンド・トーレスの現役ラストゴールを決められ、2年連続の3回戦敗退。夏の遺跡では、牧昌主が、トス、村田和也が、福岡、猿田遥か小野が鹿児島へ期元付き遺跡。中川はじめが相模原へ、 育成型期限付き遺跡。小泉慶が、鹿島、高木俊也が、松本、小池竜太が、ベルギー2部スポルティングロケレンへ完全遺跡。獲得面では、ホルタレーザ EC からジュニオールサントス、C 大阪から山下達也が完全遺跡。ブラジル一部 CR、フラメンゴから、マテウスサビオ、神戸から三原正俊、新潟から川口直樹を期限付き遺跡で獲得した。 シーズン後半戦は折り返しからの連勝を継続し、二十五節岡山戦の勝利で今季初の首位浮上、また二十九節岐阜戦で十一連勝を飾り、クラブの j に連勝記録を更新した。連勝ストップ後は、シュイド位独走のアドバンテージを利用し、小池大団後固定できなかった右サイドバックに、瀬川を起用する等の実験的再配や山形、横浜 FC、水戸。 大宮と上位戦に敗北する等で勝ち点を落とし2位との勝ち点差は徐々に縮まっていったが、それでも首位を明け渡さず41節町田戦にて3の0で勝利したことで最終節を残し J2 優勝と J1 昇格を決めた。また最終節京都戦では13の1という記録的勝利。この試合でオルンガが挙げた8得点は、 J リーグの公式戦1試合における個人最多得点新記録となった。2020年、ネルシーニュ体制2年目。スタッフ人事では2018年に J1 残り2節を監督として指揮したアカデミーヘッドオブコーチの岩瀬健が大分のヘッドコーチ就任のため退団した。冬の遺跡では上島匠と菊池大輔が服を変え、田中陸が山口へ。 手塚洸平が横浜 FCE へ、杉井部手が金沢へ、宮本修美明が山形へ、田上大地が新潟へ紀元付き遺跡。ガブリエルはレンタルバックとなった。レンタル組では、橋口拓也が岐阜、中川はじめが岩田へ完全遺跡。猿田遥か小野がじい大阪、村田和也が山口へ紀元付き遺跡。像、島達也と中川博人が、 レンタル先へ完全遺跡。パク・ジョンスはレンタル延長。また、キム・ボギョンは、韓国一部、全北現代モータースへ完全遺跡。ユン・ソギョンは、韓国一部、普山アイパークへ期限付き遺跡となった。獲得面では、岩田から大南拓馬、トスから高橋雄二と三岸、ヒロム、新潟から都島幸を、湘南から神谷雄太、岡山から仲間隼人、ジオーサ 長崎に期限付き遺跡から、クレア、ヒロト、横浜 FC から北詰健吾、韓国一部、ウルサン現代から、キムスンギを完全遺跡で獲得。マテウスサビを、三原正俊、川口直樹のレンタル組を完全遺跡で買い取り。東洋大学から松本健太、U-18 から細谷信大、宇野木香おかな、井出隆か大が昇格。 シーズン開幕後には昇格したいデーが4月に登録抹消され、6月に栃木へ移籍、7月には松本が大宮へ育成型期限付き移籍、8月にはジュニオール・サントスが横浜 FM へ期限付き移籍した。また、ベルギー一部 KRC ヘンクへ期限付き移籍していた伊藤ジュニアがヘンクに買い取られた。シーズン序盤は開幕戦の札幌戦に4の2で、 勝利し、新型コロナウイルスによる中断期間に入る。中断期間中は他チームとの練習試合を行わない、クリスティアーノが負傷離脱する等の出来事があった中、再開後初戦の第二節 FC 東京戦へ。しかし、開幕戦にゴールのルンガが沈黙。キシャルジソンがイエロー2枚で退場等、チーム全体として不調に陥り、結局再開後3連敗を喫する。 しかし、有観客試合となった第五節の湘南戦では、怪我から復帰した中村をはじめ小が以外の守備陣を一新。攻撃陣も、新加入選手の活躍や復活したオルンガの2ゴール等で3の2と勝利すると、続く、浦和戦では、今季初のクリーンシートで4から0の勝利を収めた。シーズン通じて、 上位注意を行き来しており、シーズン終盤まで来季 ACL 出場の可能性も残されていたが、コロナウイルス感染影響で12月9日に延期となった第27節大分戦を引き分けたことで ACL 出場権の可能性が消滅した。ルバンカップではグループリーグ3戦全勝、準々決勝も勝利し、準決勝の横浜 FM 戦では、 直前のリーグ戦で1から3と敗れるもカップ戦で1から0とリベンジ達成し決勝に進出した。しかし決勝直前の11月2日に選手1名に新型コロナウイルスの陽性反応、さらに翌3日にはネルシーニョを含むチームスタッフ2名、その後も4日に選手2名とスタッフ8名が陽性反応を受け、クラブとリーグの競技の結果、11月7日の決勝を 延期することを発表。大体試合は2021年1月4日となる決勝戦では前半にレアンドロに先制されるも終了間際に瀬川がコーナーキックから同点に持ち込む。が後半途中に投入されたアダイウトンに決勝点を決められ敗戦。オルンがエサカをはじめとする攻撃陣は徹底的に対策を取られ沈黙し守備面では相手、 ブラジル人選手に好きなようにされるなど試合内容では圧倒される結果となった。J リーグアウォーズではオルンガが28ゴールで得点王に輝いたのに加え、ブラジル人以外の外国人選手からは1995年の当時ユーゴスラビア人であるドラガンストイコビッチ以来二人目となる最優秀選手賞にも輝いた。得点王の選手が最優秀選手賞を同時に、 受賞したのは、史上8人前で2003年に受賞した、エメルソンの裏は年間で6位だったが、チームは J1 を7位で終えているため史上最も、年間順位の低いチームからの MVP 受賞となった。2021年、ネルシーニ体制3年目。スタッフ人事では2012年から2015年まで、柏に在籍した、藤田友人が、U、U-18 コーチに就任した。 冬の遺跡では、小林祐介が千葉へ、オルンガがカタール一部、アルルファイル SC へ、中村康介がポルトガル一部ポルティモネンセ SC へ、山崎良平が長崎へ完全遺跡、鎌田二郎が相模原へ期限付き遺跡。霧畑和重は一度契約満了になるも、再契約し、岐阜に期限付き遺跡した。レンタル組では、パク・ジョンスが韓国一部。 城南 FC へ、ジュニオールサントスが広島へ、ユン・ソギョンは、韓国一部、エバラ FC へ完全一席。菊池大輔が栃木へ、杉井部手は鳥取へ、猿田遥か小野が横浜 FC へ期限付き移籍。田植大地が移籍期間延長。田中陸と手塚公平が、レンタル先へ完全一席。宮本俊明は退団。村田和也は現役を引退した。 獲得面では、仙台からシーハシサトシなり、大宮から一平、シノカ、ブラジル一部フルミネンセーフシーより、ドッチ、ブラジル一部レッドブルブラガンチーノよりアンジェロッティが完全移籍加入。松本健太、上島匠が復帰。佐々木正史と大竹拓馬が U-18 から昇格した。開幕後には SE、パルメイラスより、エメルソン・サントス。 ボタホゴ FR より、ペドロ・ハウルが加入。オルンガダノミの作機から戦術を変えなかったことで、シーズン序盤から、低調な試合が続き、開幕戦で敗れた後、第2節湘南戦では、勝利を挙げたが、そこから4連敗。しかし4月には、残留争いのライバル相手に3連勝する、東復活の兆しが見えかけたがそこから6月27日の20節湘南戦まで。 勝ちがなくなり、降格圏内にまで順位が落ちることになった。シーズン折り返しの19節時点での成績は4勝2分13敗と、降格した2018年、加藤大成人より悪化している状況である。ルバンカップでは、グループリーグ1勝3分2敗で敗退。天皇杯は2回戦から出場。初戦の栃木シティ FC に3の0で勝利するが、次戦の京都戦では1の2の、 逆転負けで敗退となった。シーズン途中には、大谷不在時キャプテンを務めた、司令塔の江坂人が浦和へ完全移籍。7月には、クレアヒロトが大分へ完全移籍した。ジェフユナイテッド市原、千葉との対戦。1995年から開始された、シーズン開幕前に行われる、ジェフユナイテッド市原、千葉とのプレシーズンマッチ。 日立がサッカー場、柏しわの箱を演奏後競技場、U-18、U-15、14、13、U-12、11、10、U-9 スペシャルクラス、GK クラス、スクールからなる、アカデミー本体のほか柏レイソルアライアンスグループの名のもとに、柏レイソルアライアンスアカデミーとして、柏市、野田市、流山市、朝生郡白子町で、また、 柏レイソルアライアンスクラブとして、柏市、松戸市、阿鼻子市、流山市、茨城県取出市をホームタウンとする計8クラブと提携してアカデミー活動を行っている。2014年現在、J1J2 の40クラブで唯一 J リーグのオフィシャルチケッティングパートナーである、チケットピアでのチケット販売を行っておらず、ローソンチケットと J リーグの公式販売サイトである。 J リーグチケットでのみ販売している。柏レイソルの決算は次の通り。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010。金額の単位、100万円人件費は事業費に含まれる。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2011、2012、2013、2014。 2015金額の単位100万円出店各年度の J クラブ決算一覧2016金額の単位100万円出店各年度の J クラブ決算一覧200520062007200820092010201120122013201420152016金額の単位 100万円ひたちかしわれいに関するカテゴリー。ありがとうございます。